高学歴バイリンガルアイドルってことですね。教習抜き打ちテストです。え、ちょっと待って、ちょっと待って、え、待って、絶対抜けないんだけど。 Oh my god They have wanted to see the show so much。おかしい、なんか問題ここわかりますか？Yeah. And that's it. You know, I feel like as long as you believe in yourself, you'll be alright. お題始まりました。モテッシュさん。さあ、今回なんですけども、はい、ゲストの方においでいただきました。よろしくお願いします。マリモです。英語の問題とかされると思ってるわけ。やばい、待って、本当にやばい。だからね。覚えてないですね。トフはさ、トフはできないと思います。あれだって長文だから、うん、あれもう一生やりたくない。え、やれます？僕115取ってます。あー、すごい、ね、やばい、慶応と早稲田の違い、そこじゃない違うか、すごい。アイドルはもう卒業したら就職して、え、日本で就職した？あ、そうです、そうです。続ける？副業家だったら土日ライブしたいなって思ってるんですけど。なるほどね、うん、高学歴バイリンガルアイドルってことですね。お恥ずかしながら問題を解くことになると思います。やばい、マジで出ちゃう、ボロが出ちゃう、ボロが、うん、どうしようかな、解けるかな。さっき出した動画の問題とかやったらどうなるのかなと思って、帰国子女が、え、ちょっと、え、これカットになっちゃうけど大丈夫ですか？何カット？カット。カットでも簡単。え、待って、絶対解けないんだけど。いや、多分簡単だと思う。え、ちょっと待ってくださいね。いきなり、はい。いきなり帰国中に抜き打ちテストです。え、ちょっと待って、ちょっと待って。で、マリコさんのチャンネルも貼ってありますので、はい。問題。Oh my god。Oh my god。どんな風に帰国中には見えるのかね。え、なんか。文法が多分苦手なんですよね、帰国子女。そうだ、この4択の問題とかってどんな風に目に見えてるのかなって思うね。行きましょう。さあ、最初のやつはどれですか？え、I don't know。 待って、どれに刺したの？今どれを刺したの？オンですね、はい、当てます、当てます。え、よかった。どうしてオンにしましたか？なんか喋ってみて変じゃないか、喋ってくれればいいのに。そう、喋ってみて変じゃなかったから。みんな多分、ね、聞きたいはずなんですけど。Oak Avenue Station is on the subway screen line。 そうですね、うん、あ、全然オーストラリア英語喋んないですね。あ、そう、ずっとアメリカンのカリキュラムのスクールだったんですよ。はあ、アメリカ人の若者って聞いてました、ね。はい、え、こういうのすごい苦手。え、3か4なんだけど、はあ、え、Oh my god、4、正解です。Yes! They have wanted to see the show so much。 でもわざわざこんな風に言う人ないよね。 They wanted to see it。 そう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 。 え、そう、だからおかしい、なんか問題変。 なんでわざわざハード入れるの？ わ、わ、待って、え、4じゃない、4じゃない、うん、え、3? 3です、はい、合ってます。え、やった、嬉しい、すごい、なんかこれ、ビレンエンディオリンピックス was my dream。 え、これ多分チェッキーですよね。オリンピックスでついてるからみんな where なのかなみたいな。やだ、ごめんなさい、ちょっと待って、電話になってる。これではハルディンとかもね、正解になれるんで。あ、そうなんですね。あ、そうですよね。でも選択肢ないから、そうそう、ハルディンないんで。お、そして文法じゃなくて感覚で解きますから。そう、はい、そうです。カンマの後はダってつかないみたいな。そう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 。あ、じゃあそれやったの、ね。あ、やりました。なんかどっかで聞いたことある。そう。文法でやってる。わ。ああ、いちかさんだけど。え？合ってる？いちかさん。ちょっと待って。え、これでもなんか2回否定してない？え、 3? 3番です。ああ、え、怖い、これ恥ずかしい、なんか失態を晒すみたいな。そう、1はね、うん、その言えちゃいそうに感じるんだよね。でもこれ文法上間違いない。ああ、え、これ否定否定だからですか？エニーをノットの前に置いちゃいけない、うん、あ、なるほど。 Anyone can do it は一応ダメなんだ。
なるほど、確かに言わないですよね。The last one, last question. Who do they want? Who do they plan to vote for? はい、そうです、正解です。なんでめっちゃちっちゃい。Who do they want to vote for? No, no, no. Who do they plan to vote for? そうですね。まあ、これとかは、だって文法で説明しろってもわかんないじゃないですか。わかんないです。何が何だかですけど、うん。やっぱりね、感覚で解けます。まあ、そうですね。感覚でね。これ、まあ、ちなみに、立命館の問題ですけど、それは。これでも解けなかったら、帰国子女って言っちゃいけない。解けたかって。最初と全然違う。あと、そうだ、うん、これをやっておこうかなって。リスニング。え、ノー！で、ノー！ I hate listening。これで、あ、そちなみにこう LBA 選手にインタビューしたんですけど。すごい。で、ここ、うん、もう最後のところを皆さんにクイズにしたんですけど、うん、そのクイズのところをね、みんな分かるかどうか。うるさいな雑音が。それな。What was the atmosphere of the team? あー、OK。Team はどうだった ？Before the game って言ったか分かんないけど、でここで答えるんですけど。え、待って、でもすごいこういう方の英語難しくないですか？難しいと思いますよ。We're excited. Oh my god.ちょっと待って、呪文にしか聞こえなくて。We were excited しか聞こえなくて。最初のところ。そう。We just wanted to come out of here and play. その最初と最後しか分かんないんだけど。え？なんて言ってました？雑音がうるさくて、うん、そう。だから、え、なんて言ってました？知らないです。僕もだから、めんどいから、もう聞こえないわって思って。え、ですよね。聞こえるのかな？いや。いや。Something crowd.Very fast. そうやっぱりこれは、ね、大変ですよね。え、でもすごいですね。インタビューじゃあバスケットプレイヤーこの辺とかどうしようかな。 I would just say always believe in yourself. Always believe in yourself. You know, work hard. Believe in yourself. Keep your family close and the people that are most important to you along the way. ここわかりますか？ Okay. Yeah. はい。なんてえ、なんか今、ごめんなさい、訳しちゃった自分の中で。ああ、そう。そう訳してもいいよ。これも大変だなと思った。I would just say, always believe in yourself. Always believe in yourself. You know, work hard. Work hard. Work hard. Believe in yourself. Keep your family close. Keep your family close. Whoever is important to you along the way. Who is important to you. That's it. You know, I feel like as long as you believe in yourself, you'll be alright. Thank you. No problem.なんて言ってましたか？え、なんかその always believe in yourself、はい、で家族とか自分が大切にしてる人たちとちゃんと keep in touch して close。 ああそう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  keep in touch して close ね。そう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  keep in touch してずっとこう how do you say like なんかそうねメンタリーに close、うん、メンタリーに close、ね、そうそうフィジカルにいいわけじゃなくていい関係を良くするっていうで自分を信じてれば結果はついてくるみたいな。そうおすごいよく分かってるじゃないですか。いやKeep your family close and the people that are most important to you along the way. Along the way. That's it. You know, I feel like as long as you believe in yourself, you're fine. As long as you're believing in yourself. You're pride, pride. That's it. You know, I feel like as long as you believe in yourself, you're fine. You're brave. Oh, 最後ね、そう確かになんつっても難しいと思う。That's it. You know, I feel like as long as you believe in yourself, you'll be alright. Oh, you'll be alright. そうですね。はい。You'll be alright. はい。Wow. さすが。さすが帰国子女はそういうことも分かったということで。よかった。恥ずかしかった。間違ったどうしよう。ああ、さすがよく聞き取れましたということで。よかったです。はい。信じてる限りは、ね、OK だっていうフレーズでした。はい。はい。チャンネル名は、はい、あ、マリモストーリーっていうチャンネルでやってるので、はい、ぜひ帰国子女の日常とか旅行に行った時のブログとか全然こういうちゃんとしたチャンネルじゃないですけど趣味程度にやってるのでぜひ見ていただけたらと思います。はい、はい、やっておりますのでぜひ見てください。はい、ありがとうございました。はい、バイ。